テッドでプレゼンテーションをするハンス・ロスリング。ハンス・ロスリングは、スウェーデン・ウプサラ市出身の医師、公衆衛生学者。カロリンスカ研究所の国際保健学の教授及び、スウェーデン・ストックホルムに拠点を置く、キャップマインダー財団のディレクターを務めた。世界的、ベストセラーとなっている、ファクトフルネスの著者。1967年から1974年。 ウプサラ大学で統計学と医学を学び、1972年、インドバンガロールのセントジョン一家大学で、公衆衛生学を学んだ。医師免許を取得後、1976年から1979年の間、モザンビーク北部の中からで医師として働いた。1981年8月21日、これまで知られていなかった麻痺をきたす疾患の、 アウトブレイクを発見し、その後行った調査によって、1986年、ウップサラ大学から博士号を授与された。その後、20年間をアフリカの平地におけるこの疾患のアウトブレイクの研究に費やし、10名の博士課程の学生を指導した。ロスリングの研究グループは、この新しい疾患を最初に感染集団が、 発生した地名にちなんでコンゾと名付けられた。彼はアウトブレイクは祈願にさらされている十分に処理されていないキャッサバを主食としているアフリカの地方の人口集団で起こっており栄養不良とシアン化物の高濃度摂取がその原因であると結論づけている。ロスリングはその他アフリカ、アジア、ラテンアメリカ地域における経済開発、農業、貧困、 健康の間に見られる関係性に焦点を当てた研究も行っている。フーユニセフ、その他の援助機関で保健アドバイザーを務めたこともある。1993年、スウェーデンにおける国境なき医師団を共同で設立し、2005年からスウェーデン王立科学アカデミーの国際グループのメンバーの一人として活躍している。 また2001年から2007年までは、カロリンスカ研究所の国際保健部門部長を務め、カロリンスカ国際研究、トレーニング委員会の委員長として、アジア、アフリカ、中東、ラテンアメリカの大学との共同研究をスタートさせた。グローバルヘルスに関する新たなコースを開始するとともに、グローバルヘルスの教科書を共同執筆し、事実に基づいた。 世界観の考え方を促進している。2017年2月7日、水臓癌の試し去。去年68歳。彼は、息子であるオーラ・ロスリング、その妻のアンナ・ロスリングと共に、キャップマインダー財団を設立した。キャップマインダー財団は、自由にアクセスできる公共統計の利用と理解を高めることにより事実に、基づいた世界観を促進することを目的として、 国際統計を動的でインタラクティブで楽しめるグラフィックに変換するソフトウェアトレンデルザーを開発した彼は2006年2007年とカリフォルニア州モントレーで開催されたテッドカンファレンスにおいてトレンデルザーのグラフィックを用いて世界の開発を視覚化するトークを行いユーモラスだが極めて真剣であるとして賞を受賞しているこの際使用された インタラクティブアニメーションは財団のウェブサイトから自由に利用できる。2007年3月、米 Google はトレンデルザーをスケールアップし、一般の統計においても自由に利用できるようにするという目的で買収を行った。トレンデルザーは現在、A、Google ビジュアライゼーションを API として一般に配布されており、また Google ドキュメントのスプレッドシートで モーショングラフがジェットとして容易に利用することができる。ロスリングはまた剣のみ達人でもある。ありがとうございます。